はい、皆さんこんにちは。坂木敦でございます。1時半ですね、2月の2日木曜日でございまして、どうでしょうか。日経平均はプラス46ですね、ドル円 128.47 というですね。まあ昨日のですね、昨日というか今日、日本時間は今日ですけどね、アメリカのですね 0.25 というのはですね、まあ、予想通りやんと思うんですけど、予想は 0.5 やったんですかね。でドルが一斉に安くなってます。っていう感じですね。ドルボンなんてあれですよ、1219で1220終わってるんですよ。うにゃうにゃしてますけどね。あ、失礼しました。でこのですね、日本の10年利回りは 0.469、 こっちもじわじわっと下がってますね。はい、っていう感じですけど、さて本題いきましょうか。愉快なお隣さん、これ昨日ね出たニュースで、ふーんっていう感じでしたけど、これが2月1日17時48分、昨日の5時48分の日ですね、午後。前住職真っ当な判決、仏像盗まれた寺長崎対馬と、仏像観世音菩薩座像が盗まれた観音寺長崎県対馬市の前住職節高さん、勝手に呼んでますけど、76、上1日、取材に応じ、韓国中部太田高裁が韓国の寺の所有権を認めた一審判決を取り消したことについて、やっと真っ当な判決になった、棄却してくれたのはありがたいと話した。田中さんは仏像は観音寺のものと強調し、一刻も早く返還してほしいと訴えた。韓国の寺側が上告する意向を示したことについては、公明正大な人が明確な判定をしてほしいと早期解決を願った。これね、いわゆる向こうも三審制っていうのは3回裁判を受けられる制度なんですね。で、これがですね、いわゆる地裁、日本でいうとこの地裁でですね、一旦あれですね、向こうのお寺のですね所有権を認めて、ほんで第二審、今回がですね、その寺の所有権はないということなんですけど、寺の所有権ないからといって帰ってくるのかなという気がしますけどね。ほいで、これは最高裁、向こうの大法院というところに行くんですけど、そこでもう一回出すんですけど、いやー、これ分かりませんよ、はっきり言うて。結局、それを日本に返せみたいなことになるとですね、また向こうは盛り上がるわけですよ。日本がって言って。なんせ反日というのはね、彼らのエネルギー源ですからね、日本に都合のいいような判決を、日本側にね、都合のいいような判決を出すとですね、まあ、それはそのすごいことになるわけですよ。燃え上がるわけですよ。だから、それで、どうのかな、最高裁ではですね、また韓国のお寺の所有権認めるか分かりません。あの方々を相手にね、法律論を言うことはほぼ無駄です。ほぼ無駄です。だってね、あれですよ、前のムン・ジェイン大統領はですね、あれですよ、法律家ですよ。日本では弁護士のことを法律家と言いますけど、彼らはどう言うんでしょうね。むちゃくちゃやってましたよ、あの人。信じられへんわっていうぐらいむちゃくちゃやってましたよ。で、現、ユン・ソンニョルさんもですね、検察官出身で、まあ日本でいうとこの、司法試験をちゃんと受かった方なんですね。なんか9回浪人したという話がありますけど。で、今のところユン・ソンニョルさんはむちゃくちゃ言うてません。むちゃくちゃ言うてませんけども、前のムン・ジェインさんが、の時代に出たことについて、出たあの最高裁の判決、いわゆる対戦中労働者問題ですね、について、それがあかんとは言うてませんからね。お隣さんというのは形の上、形式上は一応法治国家なわけでして、形式上だけやと私は思いますけど、その大法院で出した確定判決をですね、そんなあかんとは言えないわけですよね、形式上は。
で、まあ、うにゃうにゃうにゃといろんなことやってます。で、今回このお寺、これはですね、対馬のお寺からですね、言ってみれば、愉快の隣さんの泥棒です。泥棒が盗み出して、で、向こうの兵、盗み出したものを向こうのお寺がですね、所有権を主張して、それはですね、15世紀か14世紀に倭寇と言われる、まあ、日本の海賊的な人が持っていったもんやと。だから元々の所有権はうちにあるんやと言い出したわけですね。まあ、むちゃくちゃな話ですけどね。あの人たちに対してね、こう、常識というものをね、常識はお前らの常識やろうっていうふうな議論はほぼ無駄なんですよ。ほぼ無駄なんですね。これは中国人に対しても同じでして、僕らのね、日本人の持ってる常識っていうのは、至ってこのね、ヨーロッパやアメリカのですね、プロテスタントの持ってる常識に近いんですね。なんでそうなのかというのは、いろんな議論がありますけども、多分ですね、日本の、ですね、日本で培われてきた、歴史的に培われてきた常識というものはですね、ヨーロッパのプロテスタント社会のものと割と近いんですね。約束は守るっていう、ですね、という国際的なルールは守るという、そういうですね、まあもちろんね、それはそればっかりではありませんよ。時には守られませんしですね、まあまあ、日本は痛い目に何度もあってきましたけども、まあでも基本はそうであって、で、常識論というのはあるわけですけども、これがですね、これは多分こうやろって、国際法でこうなってるからこうやろっていうような常識論が、あの人たちにはほぼ通じない。わけでして、ですんで、こう、最高裁、次ね、最高裁、向こう大法院に持ち込まれてるんですけども、持ち込まれるはずですけども、もう控訴したかもしれませんけど、まあそこで正しい判決が出るかどうかって、わからないし、そのね、裁判官はかわいそうですよ、僕に言わしたら。なんせ、法理に従えばですね、これは韓国の寺には所有権ないわけですよ。もうその判決を出してしまったらですね、その裁判官はですね、非難されるわけですよ。日本はね、裁判官を非難するというようなことはほぼないわけですよ。2年ぐらい前に、九州地方のですね、某組織がですね、裁判長に向かって、あんたが覚えとるよみたいなことを言うてですね、大問題になりましたよね。うわ、そんなことあっていいんかと。ちゃんとした判断すると思ったのにお前なみたいなことを言うたわけですね、裁判所で。多分あの裁判官にはですね、まあ裁判官ですから転勤があるわけですね。もう東京に帰ってきてるという話ですけど、多分 SP ついてますよ。当たり前ですけど、裁判官の地位を守るっていう、立場を守るっていうのは、法治国家では超当たり前のことなんですけど、お隣は違うんですよ。例えば大戦中労働者問題ね、これパククネ政権、前の大統領ですけど、パククネ政権の時に判決を出すのを渋りに渋ったんですね。最高裁の、向こうの大法院の裁判官が。で、それをパククネ、それはですね、パククネがですね、出すなって言ってたよ、というらしいんですね。わかりますよ、真相は。もう出さなあかんのに出さへんかったと。いうことで、ムンジェイン政権に変わったときに、ムンジェインはその最高裁の判事に対して罪を問うたんですよ。まあ結局不問になりましたけども、でもお前ら出さへんかったのは職務怠慢やって、やられそうになったわけですよ。あの国はそういうお国柄なんですよ。裁判官といえどもですね、身の安全は保障されていないわけですよ。だから法律ではこうなってんねんっていう判決を出したからといってですね、保護されるとは限らない。それを理由にゴーストプリズンなんてこともあり得るんですよ。それがあの国なんですね。だから公正な判決なんてものをですね、期待するのはですね、ちょっとですね、なんていうか、無理があると思います。もちろん出る可能性ありますよ、公正な判決が。でもそれをね、法理通り、法律の理屈通り言えばこうやと。だからこう出るはずやと期待するのはちょっと間違いですね。あの方々に対してそれを期待するのは超かなりそれは間違っています。だから私ね、これに関してはね、多分ね、最高裁では大法院ですね、向こうの大法院ではですね、曖昧な判決を出してですね、日本には帰ってこないと思いますよ。多分もう一生帰ってこないと思います。
そういう国なんですよ、向こうはね。だからそのことをやっぱし理解すべきであるし、まあ期待はしてもいいけども、期待は裏切られる可能性が高いなというふうに思いますね。はい、まあ一時喜ばしてくれてるんちゃうのと、まあそんな感じです。一応この G.com のですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。